どうも、レウンゲーム TV です。今回はマスターに関する小ネタ検証企画。喫茶店完成前のマスター創作イベントで一度だけ見ることができる理想のマスター。今回はこのマスターでいろいろ実験してみました。喫茶店でカウンター越しにリアクションすると、振り向いてはくれるものの、リアクションを返してはくれませんが、移動のマスターに至近距離でリアクションした場合はどうなるのか。店内と同じく、どのリアクションも振り向くのみで返してはくれなかった。転ぶと破壊できることでおなじみのテイクアウトコーヒー。このコーヒーは施設内では持てず、残念ながらマスターの前では破壊できないのですが、コーヒーをマスターに入れてもらった後、喫茶店がまだないサブ島の住人にテイクアウトコーヒーを渡して、これをマスターのいる離島に持っていけば、マスターの前でコーヒーをこぼせるのではないか。さすがのマスターもコーヒーが目の前で弾け飛べば、きっとリアクションしてくれるはず。出陣。ついにリアクションしてくれた。先ほどは無反応だったマスターですが、転んだ時はさすがに反応してくれるようです。喫茶店完成後は二度と見られない離島で転んだ時だけのリアクションなので、地味に貴重すぎる。ちなみに他の飲み物や食べ物でも試してみたところ、全く同じ反応で、よく考えたら店頭に反応しているので、コーヒーを破壊する意味は特になかった。今度はマスターの前でコーヒーを飲んでみます。入れた覚えのない自分のコーヒーを見知らぬ人間が飲んでいたらどうなるのか。がっつり無視された。では、マスターの前で魚を釣り上げた場合は反応してくれるのか。拍手してくれた。嬉しすぎる。では、離島のマスターを網で叩いてみた場合はどうなるのか。他のイベントキャラと同様、叩かれて微妙にピクッとなる反応が一応用意されている。これも喫茶店完成後は見られない離島で叩いた時だけの光景なので、地味に貴重かもしれない。では、マスターは鳩なので、豆をまけば、喜んで食べに来てくれるのではないか。さすがにそんなわけなかった。念のため、クラッカーを放ってみたり、花びらをかけてみたり、戻しでちょっかいを出してみたり、メガホンで呼びかけてみたり、シャボン玉をかけてみたりしましたが、道具には全て反応してくれませんでした。
悪事代わりに魔法を差し出したいんでしょうか。マスターの捜索を風太くんから頼まれるときに、それマスター写真図、捜査人の事情を続けたが、ケーション自慢で報酬を連れてかかったのです。手がかりとしてマスターの写真を渡されますが、マスターを探し始める前にこの写真をたぬき商店で売り払ってしまうとどうなるのか。安っ。そして特に突っ込まれることもなく普通に売り払うことができた。そして写真を売った後に離島に行っても普通にマスターに会えたので特に捜索に支障が出ることはないようです。またマスターの離島でカメラモードにしてカメラ目線のボタンを押すと、ちゃんとこちらを向いてくれて、私服のマスターとのツーショットが撮れるという、この時だけの貴重な写真を撮ることができます。サブ島などを作るときにまたマスターの離島を訪れる機会のある人はぜひ試してみてください。以上、マスターの離島でいろいろ実験集でした。